さあ、しまい方ですね。こちらの収納に入れていこうと思いますが、うまく入るといいんですけどね。こういうふうに入れてください。で、こう。そして次はこうかな。これで締めて持ち運びをするという感じですかね。これでキャンプの時はこれとこれとこれセットで持っていきましょう。手袋入っちゃうといいね。これ手袋入んないかな。あ、ここに入んないかな。普通にここに入れときゃいいか。これで2つになりましたから、あれ、これここに入んないかな。入んないな。さすがにここには入んないかな。これ入るといいのにね。邪魔じゃん。こうは入んないでしょ。さすがに入んないよね、これ。1つになっちゃえば最高だけどね。これがなかったら入んない。やっぱこれは入んないね。これは別ですね。取って本当はね、これがこの下入るといいんだけど入んないんだよな。入るわけないね。この下に入る。入んないね。浮いちゃうもんね。あ、こう入った。これで、あと手袋。どうしますか。指先の方が回った方がいい。こっちをこう。ここでしまうと指先も柔らかくなっていいんじゃないの。これよく考えてありますね。入るね。全部入るよ。そんな重くない。いける。まあ、手袋出しててもいいけどね。ということで、リポート次回はですね、シーズニングのリポートしてみたいと思います。